はい、ポスターの貼り方、簡単に選挙ポスターね、普通はこの後ろにシールがついてるんですが、今回は経費節約とかゴミが出ないようにということでポスターシールありません。参議院選挙用の堺市長選もそうなんですけども、でこれタッカーと言いますけども、まあ参議院選挙の時はこれ真四角なんで四角止めてもらえばいいんですが、参議院選挙以外はですね、大体こういう、まあ、僕の今高さこうなんですけど、参議院選挙は正方形なんで上にとか下にってできないんですけど、これから NHK から国民守る党のポスターって基本横長なので、高い位置の場合は一番下を当ててですね、でこのタッカーでこうかな、ガチャンと止めると、でこれはもうこういうものなんですけど、ここボンと押せばそのまま打ち込めますので、で風で飛ぶ可能性があるんで四隅と上下でここですね、この8箇所止めていただければ、下これ逆にもし4番だった場合はここに合わせてこの枠内に貼ればいいので、僕はまあね背が高いんで下に行きますけど、だいたい普通の人これぐらいでしょうから、目の高さにポスターが貼れるようにまず合わせて、あとは四隅8箇所止めていただければ幸いです。で参議院選挙の時はもう正方形ですから、参議院だけかな、この市長選とか市議選とかは横長か縦長のポスターになるので、縦長にするとこれができないんですけど、横長にすると、ね、下の場合は上の場合は下に貼ればちょっとでももうやっぱりねこの差でもちょっと違うと思いますから、ポスターの貼り方、選挙ポスターの貼り方でした。以上です。NHK から堺市長選挙に向かって NHK をぶっ壊す。